モデルになったきっかけっていうか、そういうのって聞いてもいいですか？え、モデルにきっかけ、うん、だって急にはなれないでしょ。なんかでもストリートキャスティングだったんです最初。東京で？東京で、はい。あのどこにいたの？東京に。東京の街を歩いてたら声かけられたってこと？その時あの何ですか、ファッションカレッジ、専門学校に通ってて、うん、で普通に原宿歩いてたら、うん、そのストリートの、あの、うん、スナップ撮ってるカメラマンさんに写真を撮ってもらって、うんうん、でそのカメラマンさんがキャスティングをしてたんですよ、建造の。へー。で呼ばれて行って、うん、そしたら受かって、うん、みたいな。高校は専門学校行って、で専門学校中にそういうことがあって、専門学校卒業して、それからずっとモデルをやってるってこと？専門学校卒業した瞬間にそのストリートキャスティングで、まあそこからまあモデルというかメディアに出る仕事が増えつつも、うん、あの古着屋さんとか、うん、そういうセレクトショップで働いてたり、うん、まあ、普通にバイトしたりして、まあ、その違う仕事でパリに行くお仕事を1個いただいたんですよ、うん、ストリートキャスティングだったんですけど、うん、それも、うん、でその時にロンドン行っちゃえってなって、そこで事務所、うん、ウォークインしちゃえみたいな、うん、ブックもなく、ブックを勝手に作って、あ、そうなんだ、スクラップっていうか、うん、あの、はいはいはい、コラージュして、はいはいはい、それをなんか本当にこんな感じだよみたいな、フォトアルバムみたいなのにベーンってやって、うん、それ持ってって、うん、入れてください、うん、それ何年前？それ何年前でしょう、4年5年、あ、そうなんだ、とか前です。でその時の反応は？で、あ、来るんだったらロンドンに来るんだったら入れてあげるよって言われたから、すごい、じゃあ行きますってなって、そこから、うん、スチューデントビザを取って来ました、うんうん、へえ。で何、同じエージェントにずっといるの？あ、ずっと同じエージェントにいます。それどこだっけ？ストームです。ストーム、あー、じゃあもう最初から、でも大きい大手だから最初からそこに入れたってすごくない？いや逆に、うん、あのまあいっぱい回ってストームしか引っかからなかった、うんうん、あ、そうなんだ。はい。でもいいでしょ、入ってみて。あ、すごいです、すごい良かったです。タイプ的には、多分自分の顔おぼこいんで、うん、おぼこい顔が好きなタイプのエージェンシー。何っぽい顔？おぼこい。おぼこいって何？なんかベイビーフェイス。あ、ははははは、なんかちょっと、うんうん、なんだろう、特徴ある感じだ、ね、鼻と口が、うん、あのメイクさんに言われたのは、鼻と口が多分下に下がってるから、うん、赤ちゃんっぽく見えるらしいんですよ。だからそういうフェイスが多分お好きなエージェンシーだったんで入れてくれたのではないか、うん、と思いながら。いや、最近はどんな感じですか？最近はあの6月17日ぐらいから、うん、ロンドンに2年ぶりに来て、あ、そうなんだ、はい、2年ぶりなんだ、はい、コロナのロックダウン1週間ぐらいちょっと経験してすぐ帰ったんですよ。あ、そうだったんだ。で2年ぶりに、うん、あの意を決してきて、うん、でなんか、まあ、1ヶ月経ったって感じで。じゃあ今回はいつまでいるの？今回9月7日まで。あ、9月の7日まで、はい、あ、じゃあなんか半分夏休み的な、そうですね、雰囲気じゃない？ファッションウィーク16日からじゃないですか、うん、もういいやと思って。あ、そうなんだ。もういいやと思って、うん、まあ別にあの、まあまあとりあえず試して来てみました、うん、で2年前ってどのぐらいいたの？2年前は 2,3 年いましたね。あ、ぶっ続けで？ぶっ続けではないです、結構日本に帰ったり、うん、私のビザあんまりそんなずっと入れるビザじゃなかったので。どういうビザなの？ 2、3ヶ月に、T5 っていう3ヶ月なんかスポーツクリエイティブみたいな、スポーツ選手とかと一緒のビザで3ヶ月に1回出なきゃいけないみたいな。最初は1年とかもらえてたんですけど、ちょっといろいろあって、じゃあまずなんか仕事以外、モデル以外でやってることありますか？はい、モデル以外でやってることは、あの鍵編み、鍵編みで、あの、まあ、今日もかぶってきた帽子。あ、これ自分で作ったの？はい、すごいかわいい。こういう鍵編みとかちょっと何個かも、うん、器用だね。教えてもらったの誰かに？あ、いや、これは YouTube からです。へえ。YouTube からです。これカメラケースなんですけど。へえ。これ
これカメラケースなんですけど。鍵やめって1本のあれでしょ、これでしょ。1本のあれです。クロシェ。すごい。こういうのとか。うん、それってさ、こういうのってさ、はい、最初からこういうの作ろうと思って計画してデザインしてからやるの、それとも成り行きでだんだんこうなるの？私結構成り行き、成り行きででやっていくタイプが多いんで、うんうん、成り行きですね。成り行き。あ、でもやっぱりさすがファッション出身だけあってセンスあるね。なんていうの、本当ですか、そういう作るセンス。こういう帽子だったり、売ればいいのに。そうですね、うん、でも一回売ってて、うん、あのウクライナの軍事、うん、あのロシアによると軍事侵攻の時に、うんうん、なんかできないかなと思って、なんかチャリティーみたいな、はい、チャリティーショップをオープンして一応完売しました。あ、何個売ったの？12個ぐらい。あ、結構作ったね。だから14万ぐらい。あ、万円で？万円で。万円で、はい、すごい。いやいやいや、だって、じゃあすごいね、すごい才能あると思う。本当ですか、うん、でこっちはいい、あの1個ずつ染めてるんですよ。後から？あの、いえ、1本ずつ糸を、うん、自分で染めたの。あの1個ずつ染めて、うん、それを全部クリア合わせて、だから多分20色ぐらい違う色を染めて、それを1個ずつバーって組み合わせて、手間かかってるじゃん。やりました。じゃあ全てオリジナルだ、糸まで。一応そうですね、糸の色は。うんうんうん。でもさ、きちんとちゃんと線になってるね、すごい細かい。一個ずつ細編みでやってるんで、うん、でも多分この黄色い、この黄色はちょっと違うんですけど、うん、この薄い黄色とかは、うん、あの口なしの実、あの栗きんとんとかの、はいはいはい、なんか。じゃあオーガニックってこと？色も。いや、あの黄色だけ。へー。他は一応オーガニックの染料は使ってるんですけど、うん、その草木染めではないです。すごい。何、ブランド立ち上げればいいのに。いや、まだそこは何嫌ってる。いや、やりたいのもありつつ、うん、なんかやっぱりあのファッションが一番、うん、あの地球環境汚染に、うん、あの良くないので、うん、それを考えると私の帽子が1個この世に増えたところで、うん、なんやねん状況。まあね、まあね、それを言い出したらねって思ってて、うん、でまあこっちでちょっと、うん、まあ作ろうかなとも思ってたって、うんうん、思ってたりもしたんですけど、まだちょっと違う、あのデコデンのお仕事をやってたので、うん、まずそっちにフォーカス しました。はい、趣味です。あ、そうなんだ。このニットも趣味なんですけど、これも趣味、デコデンをやって、うん、1999。あ、これは9がライン、これラインストーン溶け、あのあれじゃ、あれなっちゃったんですけど、うん、999ってここにラインストーン入るからいいかなっていう。え？ので。でも誰かのために作ってるんじゃないの？あ、違います。自分のために作ってるの？なんかこのシールを作ったんですよ、自分で。うん、なんて書いてあるの？あ、ベニヤユキって自分の名前なんですけど。ベ？どこにベがある？ベ？ベ？ヘに点々？ヘに点々。すごい、あの足がついてるからか、足タコ、タコさんみたいな、うん、ニーヤユキです。はいはいはい。これがなんかあんまりなんか私的に納得いかなかったから、このシールを綺麗になんかもうちょっと華やかにしたいなと思って、ただこれをつけたってだけなんですよね。うん、でもなんかあれ、この間なんかコラボでなんたらかんたらって言ってなかった？あ、そうなんですよ。それは何、まあ、それはまあまだ言えるかわかんないんですけど。あ、そういうことか。そう、でもなんかまあ、うん、それをやってほしいって頼まれたこともあって、うん、っていう感じですね。ああ、はい。で、じゃあそれはお金が発生してるってことでしょ？そうですね。お仕事として。そうですね。じゃあそれはまあどの誰のためにとかは言わなくてもいいけれど、デザインはお任せで頼まれて、その携帯のケースをデコレーション。はい。してる。はい。そういうのってなんていうの？デコレーター？何？何？デコレー？デコデン？デコデン？デコデン？デコレーション？アーティスト？デコデン？でもなんか何なんですかね。なんかあえて言うなら。あえて言うなら何なんでしょうね。でもただただシール貼るの昔から好きだったんで、ペタ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 貼ってるっただけっていう感じですね。うん。でもこれ何個目作ったの？
これ最初の1個です。あ、最初の1個。2個目は友達にあげて、うん、で3個目で、まあ、うん、3個目はお仕事の、お仕事のというか、あの頼まれてっていう感じで、うん、でも多分特殊だったんじゃないですか、周りに。そういうデコデンをやる人がもういなかったんじゃないですか、うん、デコデン文化もう終わり。 iPhone にデコデンする人はあんまいないかもしれないです、うん、あのパカ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 にはめっちゃみんなしてたけど、あ、はいはいはい、そういう意味ね。そうね、そういうことね。で多分近くに、しかも多分キャッチーっていうか、なんかこう、なんだろう、そういう普通の人とかに、多分モデルでやってるから余計取っかかりやすく頼めたみたいな感じ。これってさ、結局なんか 90s のなんか浜崎あゆみとか、あ、そうですね、あっち系のギャルたちがやってたようなことがまたもしかして戻ってきてるのみたいなこと。 90s が、まあ、Y2K っていう、うんうんうん、今言って2000年代のやつ、うん、カムバックしてるみたいな感じで、うんうん、でこれもその一つか。そうですね。でも私ずっと90年代が好き、うん、で2000年代とか90年代が好きなんで、うんうん、めちゃくちゃマガジンを集めてたり、うん、してそっから結構インスピレーションを得てます。そのもう何のマガジン見てた？じゃあそのそれをリサーチするときに。これは本当ノリでやるしかないんですけど、うん、そのまあ服とかだったら、うん、服っていうかまあこういう雰囲気とかですごいあの空間デザインとかも好きなんで、うん、ブルータスの異空空間学みたいなのが、うんうんうん、1990年代のやつであったりして、はいはい、それをもういっぱい集めたり、写楽とか、うん、まあ、とりあえず写真集も篠山紀信さんとか、うんうん、アラーキーさんとかすごい好きなんで、うんうん、その写真集集めたり、うん、あのナンゴールディンとか、うん、金子邦明さんでしたっけ、調べてみますか、うん。じゃあゆきちゃん、ファッションチェックのお時間です。はい、ありがとうございます。じゃあどっから行く、上から行く、はい、今日は何を着てるんですか。あ、これ全部古着で。全部古着で。はい、古着です。どこで買ったんですか。日本 あのセカンドショップっていう。あ、そうなんだ。チャリティーショップじゃないの、はい、古着屋、てかセカンドショップです。いいところあるんですか、お店、東京に。あ、いや、もう本当にそこら辺のリサイクルショップを漁るだけですね、うん、あ、さすがモデル、何でも似合う。いや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 。で、帽子が自分で作ったやつで、で、シャツも、え、ジーンズも。ジーンズは、あの、マリさんから、うん、もらったやつ。もらったやつよ、うん、変えたの。穴が開いてたんですよ、うん、ここ、うん、ここ、うん、ここに穴が開いてたから、うん、縫いました。あ、でもそのなんかパッチワークみたいなのはついてたの。つけました。あ、自作。自作ですごいね、やっぱり低企業だ ね。でも結構縫い方やばくて、これは手縫い、着物です。これ着物です。なんか持ってきてて、うん、でもこれはちょっと結構やばいんですけど、でも大島つむぎっていう、うん、知ってますか、うん、大島つむぎ。じゃあ日本から持ってきてたの。歯切れを持ってきてたから。すごい。ここにもいるけど。すごい。でも似合ってる。もう勝手にマリさんからいただいてた。似合う似合う。じゃあ基本古着が多いの。古着です。あ、そうなんだ、はい、ありがとうございました、はい。